はい、10月になりました。最初のツーリングです。ツーリングというか、SJT っていうのが色崎で開催されることになりまして、仕事パパッと片付けましてね、ちょこっとだけ顔を出しておこうかと思います。土曜日なんでね、ずっとは付き合えないんですけどね、すぐに行って帰ってこなきゃならないかもしれないんですけどね、どんな方がいるんですかね。それでは行ってみたいと思います。天気は快晴です。なんかまた変わったな。あ、そのまま行きましょう。じゃあ、はい、今日はね、後ろに石田屋旅館のね、ご主人の飯田さんがついてます。ウイストローム250ですね。これは多分みんな行くんじゃないのかな、この人たちも。この人は違うな。うん、いや、思った以上に風入ったな。だけど、今日は何だろう、SJT っていうと何の略なんだろう。ずっと SJT しか覚えてないんだけど、色崎へ向かいます。今日は SSTR の第2回目のね、出走日なんですよね。で、色崎がね、スタートポイントっていうのになってるんですけど、そこをね、ゴールにしてしまおうっていうイベントをね、何人か YouTuber さんがね、集まって企画してくれましたんで、ね、だいたいうちから1時間ぐらいかな、なとこだったんで、今仕事をパパッと片付けてね、顔だけ出してこようかと思いまして、どれぐらい集まるのかね。まあ、少なくともね、SSTR に参加できなかった人なんでしょうけど、まあ、参加できなかったと言ったら嘘だな、参加しなかった方がね、来ることになると思うんですけど、最初ね、SSTR 申し込もうかなと思っていたんですけどね、やっぱり土曜日限定だったんですよね、出走日は今回のがね。どうしてもやっぱりね、仕事を投げ打ってっていうか、逆に土曜日という貴重な営業日を潰さなきゃならないんで、そこがちょっと、ね、躊躇しちゃいましてね、エントリー仕掛けたんですけどね、思いとどまりましてね、仕事に専念しようと、思っていたところにこういうイベントが来たんでね、ありがたいありがたいということでね、今日はね、オートバイにも乗らせてもらってますね。土曜日に乗るなんてめったないんですけどね。しけてる、しけてるとまでいかないな。まあ量はやりたくないですよね。これがね、移動崎境にしてね、西伊豆回るとベダナギになるんですよ。今日は奈良井って言って北東風入ってるんで、奈良井の風入っちゃうとね、こんな感じになりますんでね。あら、休憩と行っちゃうよ。まあ、小笠で写真撮りたくなるよな。あれ、今日もやってんのかな、大会。今日は本ちゃんなのかな、予選とかで。これできねえだろ、波崩れちゃって。あ、でもボード持ってってんな。だってグズグズだよ今日。まあ、ようちゃんいりゃ解説してもらえるけど、いやー、飛び砂だ、ここ白浜名物。うわー、やれやれやれ。こんなだけどね、もうウィンドサーフィンやんにはいいんですけどね、ほんと。いやー、仕事したくねえよな、こう言っちゃあれだけど。まあ、今日はね、本当先週台風からのね、台風崩れというか、台風間の土砂降りで延期になったツーリングの方がね、今日見えてくれるんで、今日はね、半分オートバイの方ですね。もう完全にツーリングシーズン入りましたね。すごいな、今日レブル何さんだったかな、もうトブロガーさん主催だからレブルが多いよね。多分前の人たち行くんだよな。うん、ナンバーの感じから知り合いじゃないな。伊豆ナンバーも入っちゃう、うちの知り合いいるけどね、さすがに違うね。所沢さんとかだもんね、埼玉からだ。今日の集まり、多分ですよ、グラディウス俺だけです。
回見てみようかと思うけどね。まあどれぐらい集まってるかわかんないですけど、多分プロデュースは俺だけです。鈴木の絶滅危惧種ですからね、なんつってもプロデュースのね、オフ会がまた多分今月あるんじゃないかと思うんだけど、土日なんでね、どうしてもね難しいですよね。はい、南伊豆町入りまーす。はい、伊豆崎まであと11キロ。11時開催って言ったもんね、予定がね。11時から3時前だったかな。ここを直進するようだったら間違いなく伊豆崎を目指してる方たちです。はい、やっぱりそうでした。 1,2,3,4 一番上がいて5台、6台、7台になりましたね、集団が。全部で今日のね集まりですけど、何でも先着150名様にね伊勢海老の味噌汁は飲めるってことはね、別にそれは伊勢海老の味噌汁は、まあ、どうでもいいと言ったら失礼なんですけど、まあよそから来る方にね譲ればいいんですけど、僕らは普段飲んでるわけじゃないけど、ゲストというよりはキャストの感じを今日はしてますんでね、完全にここのグループに溶け込んでしまおうかな。この先で写真撮りたくなるんじゃないかな。大丈夫かな。ほら、写真スポットだよ。前の毛が変な運転してんだな。ここの工事も長いな、なんだかんだ先月からやってるもんね。前にも2台結構集まるね。これから水が澄むんだよね。すごい澄むからね、透明度高くなって。はい、伊豆崎の看板見えました。はい、到着です。やっぱ皆さん同じでしたね。伊豆崎オーシャンパーク、あ、一応ビジターセンターでいいんだよね。だからオートバイ本日無料。お、いいね、すごいぞ。さあ何台来てるかな。ちょうど11時3分、始まったとこですね。ここまで下ったことがないの、本当にどうなってんかわかんないですよ。景色だけざーっと見てね、 U ターンしたから。なんでパトカーがいいんだ。うわ、すげーことになってる。なんかゴール感全くないんだけどな。一応ゴールだ。すごい集まってますね。ちょっとびっくりした。この時間でこれじゃすごいことになるよ。うん、今日ほら SSTR もあったから、あの石川のあそこまで行くやつ、ここスタート。あー、です。あ、いたあ、そう、あれ前にいた。あ、じゃあ映ってたかな。映ってた。ありがとう。かもしれない。